ビートブラックは日本の競争馬主な勝倉に2012年の天皇賞。馬名の意味は黒を打ちまかす。2009年10月18日、京都競馬場での二最新馬戦でデビューし、4着。続く5戦で2着2回、3着1回の成績を記録した後、2010年2月27日の 阪神競馬場での3歳未勝利戦で、7戦目で、初勝利を挙げる。500万下条件クラスに上がり、このクラスも4戦目の夏、小立賞を制して通過。この後2戦は3で秋の兵庫特別を勝って3勝目を挙げ、クラシック最終戦の菊花賞へ進み、13番人気で、迎えたレースでは先行し、ビッグウィークの3着に入った。 12月のオリオンステークスを勝って、オープンクラスに上がった後、重賞2戦を挟んで4月のオープン特別、大阪、ハンブルクカップを制する。その後は中距離以上の重賞を使われるが、京都大賞店で、ローズキングダムの2着となった以外は、3着以内の成績を残せなかった。2012年に入っても、 初戦の日系新春杯4着を皮切りに参戦勝ち星は、愚か4着以下の成績を続けたが、4月の天皇賞では、前年の三冠馬オルフェーブルらが顔を揃える中で、単勝159倍の14番人気でレースを迎え、逃げた。ゴールデンハインドの2番手ポジションから3コーナーの下りで一気にスパートし、2着当選上段に4馬審査をつけて、逃げ切って、 重賞初制覇を G1 競争で記録。安城の石橋治もこれが G1 競争初制覇となり、石橋は後年攻める競馬を心がけたことを改装した。調教師の中村人氏は、調教師だった父の中村角之助も1972年に天皇賞を山人ウェーブで制しており、調教師の天皇賞不死制覇も達成した。 天皇賞の勝利の後は、勝ち星から遠ざかり、2013年2月には、右前つなぎ部浅屈賢園を発症して、戦線を離脱。翌2014年の三景大阪杯で復帰も、レース後に古傷を再発させ、4月11日付で、競争場登録を抹消。引退後は、京都競馬場で乗馬となった。誘導馬時代以下の内容は、 ヤビスサーチおよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。